今日の動画は狙いを覚えれば誰でも取れる、無傷で立ちはだかるちいかわの壁にチャレンジ、コンプリートでゴイゴイスーゴイスゴイス。それでは最後までお付き合いください。どうぞ。スラッシュのエス、もう一発ここでいいか。もう奥までぶっ刺しちゃう。ほい、オッケー、200円。長チンファミリー、じゃあ8割先にやっての方が良かったかもしれない。あ、天使の輪っかにアームロック？そんなうまくいくわけないでしょ。え、運ぶ。あれ？これ、弾落ちて死ぬやつだな。しんどいな。いいんじゃない？いやー、奥行った。あり。ちょっときっちり仕留めたいから。見えたけど、このタグ入るか？あ、入んねえな、向き的に。寄せ切るしかない。頭に入れ、OK。 引っ張れないかな。ここじゃないと右爪が入んない。おい、あ、これ揺れがちしてくれませんか？くれません。厳しい。あー、ゲット判定。これ熱い。Yeah.
これが一番狭い。つまり刺さったら熱い。入るんだな。乗れ。そこまでか。向きがいいから一回止めろ。抜けるな抜けるな。あ、抜けた。これは刺さんないと思うけどな。うん、やっぱ押しちゃうよね。入りそうではある。この辺から流し込む。刺さった刺さった刺さるじゃん。うわ、いい。惜しい。だけどいい角度になったでしょこれ。こい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 。うーわ、ちゃ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 。反応しない。反応しない。これどうだろうな。刺さないで引っ掛けるだけにする。ほら、いや、最後までご視聴ありがとうございました。こちらのちいかわ天使悪魔シリーズ、悪魔なビッグぬいぐるみが7月25日に展開されるようなので、皆さんもコンプリート目指して頑張ってみてください。個人的には栗まんじゅうが一番難しいんじゃないかなと感じています。残りのうさぎとモモンガはさすまたと鎌の部分を狙ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。次回、二刀流現る。